はい、どうも、世界のシャスケでございます。いつも私の動画を見てくださり誠にありがとうございます。はい、というわけでですね、今度の、12月の、12、13で、ケンシアスクール、2日間集中講座をね、開催したいと思います。はい、今年最後の集中講座ということでですね、たくさんの方に、ね、お集まりいただけたらなと思うんですけども、内容はですね、ケンシアスクール年間講座のもう本当に大切なところというかですね、もう内容をそのままにもうギュンとこう凝縮してやっております。やっていきますね。首、肩、ね、肩甲骨、背中のライン、ね、起立筋のライン、あと腰、あと臀部というところの本当にお客様がやってほしいんだっていうね、ここをやってほしいんだ、あそこそこっていうところをもう集中して、やっていくという内容になっておりますね。で、参加者の皆様には、手ぬぐいで、ね、こちら使って練習していくんですけども、手ぬぐいプラス、あとはその手ぬぐいでやる練習のやり方の動画ですね、そちらも一緒にプレゼントさせていただくというね、すごくお値打ちな内容になっております。はい、本当はですね、年間講座参加していただきまして、長くですね、僕を見させていただいて、というふうに、させてもらいたいとも思うし、それね、参加したいんだっていう人もね、いらっしゃるんですけども、でもなかなかやっぱ1年通してっていうのは難しいし、参加するにはね、それなりに費用もかかってきます。それを練習するのもちょっと大変だっていう方もね、中にはいらっしゃいますので、そういう方向けのまずは本当にお客様に受ける、もうね、この業界、リラクゼーションのマッサージの業界ってね、本当に店も多いし、セラピストも多いですけども、すみません、ちょっと鼻声でね、ちょっと風、もう殴りかけなんですけど、ね、多いですけども、本当にね、やっぱまず最初は技術なんですね。技術をちゃんと上げて、お客様の満足度を上げて、でそこから、いろいろなね、勉強をしていくっていうのは、まずね、本当仕事でやってるんです、我々ね。お客様がいるんですね。ちゃんと、成果を上げていかなきゃいけない。そのためにはね、まず大事に、最初大切になってくるのが、やっぱね、手にやっぱ技術をね、やっぱりちゃんと身につけると、お客様に受ける技術を身につけるっていうのが大切だと僕は思います。はい。で、お客様にね、売れるセラピストにならないといけません。いけませんよね。で、売れるためにはどうしたらいいか、どうならないかでいけないかっていうと、やっぱね、売れるには受ける施術ができないといけないですね。受ける仕事ね、お客様に受けるね、受けがいいってやつですね。なので、もう本当にもう首ならここ、肩ならここ、ね、肩甲骨ならここ、ね、背中の起立筋ならここ、腰ならここ、お尻ならここだよっていうところを、もうそこだけ集中してやります。はい、で、時間はもう10時から15時ね、1日目、2日目も一緒ですね。で、1日目の、終わりには懇親会もね、企画しておりますので、参加者同士、私ももちろん参加しますけども、いろんな情報交換したりだとね、新聞を深められたらいいなっていうふうに思っております。結構ね、懇親会楽しいですよね。はい、で、やっていくということですけども、使う手拭いで、こちら、新しく作った、ね、体幹ほぐし手拭い 2.0 ですけども、こちら、こうね、折りたたむとこんな小さくなりますので、ポケットの中にもね、こう普通にシュッとこう入りますね。なので、練習して、2日間講座で練習した、その記憶のまま、その手応えのまま、そのままの通りに、ね、お客様に入るときに、こちらポケットから出して、お客様の背中にかけてあげれば、もうその場でね、お客様の体で練習ができるっていう、こういう代物になっております。はい。動画もプレゼントして、ね、プレゼントするので、動画を見てね、まずお客様に入る前の、本当数分間でもいいから、もう肩のところだけを見てね、あ、こういう感じでやるんだな、よし、これでやってみようっていうふうにお客様で練習する。もうそれだけでも、いい結果が出るように、デザインされてますので、ぜひですね、安心していただけたらなと、本当に一気にスキルアップするための、お助けグッズでございます。はい。そういう感じで、12月12、13、師走の忙しい時ではございますけども、ぜひですね、もう今年のうちにね、2019年のうちにね、スキルアップして2020年を迎えたいんだっていうね、方は、ぜひ、ご参加いただけたらなというふうに思っております。はい、今日は以上です。ありがとうございました。